第4回東文学賞において健やかな一日というタイトルのもと、県内の老人ホームを舞台に高齢化という、ありがとうございます。田部さんが台湾の努力で素晴らしい小説を執筆されたことを青森県民とともに心からお喜び申し上げます。作品として非常に迫力があって、最後のどんでん返しで全くもう参ったよというふうな気持ちになった、そういう、受賞 の健やかな一日は老人ホームの利用者の一日を追ったものですが、この構想は、新聞でも、書きましたが、劇作りから生まれたものであります。もう一枚参ります。2、1、はい。